0.050を0増加した人間開発指数分類による国別世界地図人間開発指数分類を表す世界地図人間開発指数による国順リストは国際連合開発計画の人間開発報告書に含まれるような人間開発指数による全ての国の完全な一覧である最新の報告は 2018年9月14日に発表され、2017年に収集されたデータに基づいている。2010年版人間開発報告書では、さらなる不均衡調整された人間開発指数が導入された。人間開発指数が依然有用な一方で、アイリは人間開発の実際の段階であり、人間開発指数は、 潜在的な人間開発の指数と見ることができると表明した。2017年の報告から2018年の報告への人間開発指数メモリに関する特典の増減を示す世界地図人間開発指数は平均余命や教育、中間収入の合成統計値である。出生時の平均余命が長く教育期間が長く、中間収入が高いと、その国は 高い HDI を記録する。その国が開発国か開発途上国、後発開発途上国のいずれかを識別するのに用いられる。この指数は1990年にパキスタンの経済学者マブーブルハックとインドの経済学者アマルティアセンにより開発された。この国連報告は香港やパレスチナ国とともに187の 国際連合加盟国を網羅していてデータが欠如しているために7カ国は含まれていない。世界の地域別や国別グループ分けの平均 HDI も比較のために含まれている。国家は大きく4つの開発形態に分かれる。すなわち超高度開発国、高度開発国、中程度開発国、低開発国である。新しい方法が2010年版。 人間開発報告から採用されたために新たに報告された HDI 指標はそれまでの HDI 指標より低くなっている。2007年から2010年にかけて最初の形態は開発国に分類され残りの3つはすべて開発途上国に分けられていた。元々の高度人間開発国は2007年の報告で上記のように2つに分割されている。 一人当たりの購買力平価説による国内総生産に基づく一部の古い分け方は一人当たり購買力平価説による国民総所得に基づく別の指数に置き換わっている。第1回の指数は1990年に発表され、1990年以降人間開発報告が出なかった年は唯一2012年であった。 189カ国を網羅する最新の指数は2018年9月14日に発表された。詳細は人間開発指数によるアフリカ諸国の一覧を参照詳細は人間開発指数によるヨーロッパ諸国の一覧を参照中2009年版は古い HDI 公式や分類基準を用いている。範囲は低 HDI は零から点四九九で、 中程度 HDI は0.500から0.799で、高 HDI は0.800から0.899で、超高度 HDI は0900以上である。ありがとうございます。